どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、3月の22日にとうとうね、 JAL の JAL ペイがですね、利用することができるようになりましたということで、今回の動画でですね、 JAL ペイ使ってみたということで動画ね、やっていきたいなと思います。ということで皆さんですね、こちらの JAL グローバルウォレットね、発行してない方は発行されましたがね、JAL Pay にはですね、もともとがこの JAL グローバルウォレットで、まあ、このアプリの中でこの JAL Pay がね、利用することができるようになっておりますので、おそらくこれがないとね、利用することができないのではないのかななんていうふうに思いますので、もしね、JAL Pay 利用されたい方は、JAL グローバルウォレットね、ぜひね、発行していただければなと思います。またね、前回の動画で解説ね、させていただきましたけども、一応ね、おさらいとして、こちらのキャンペーンと、こちらのキャンペーンですね、二つね、今やっておりまして、まずこのスマートフォン決済リリース記念のキャンペーンは、こちらはですね、エントリーが必須になっているんですよね。こちらは期間中にスマートフォン決済利用されたお客様に 10% JAL グローバルウォレットポイントがね、もらえるっていう風になっておりまして、対象支払い金額は5000円利用すると、今月中ですね、3月中5000円利用すると500ポイント。で、4月から4月の30日に合計1万円使っていただくと、500ポイントということで、まあ、10% 還元のね、キャンペーンっていう風になります。こちらはですね、特にね、どこで利用しなきゃいけないみたいなのがありませんので、コンビニとかね、スーパーとか、このスマートコードがね、使えるところであれば、まあ、どこでもね、10% 還元受けることができるっていう風になりますんで、まあ、こちらのキャンペーンはね、ぜひね、利用していただければなと思います。普通にね、お得なキャンペーンっていう風になりますんでね。で、もう一つの、こちらのキャンペーンですね。こちらは JAL Pay のキャンペーンで、スマートフォン決済で、コードを読み取るの利用で、ボーナスマイルプレゼントということで、こちらはですね、JAL 機内販売、ブルースカイ、JAL 旅立ステーション、こちらで、QR コードを読み取るを利用していただくと、ボーナスマイルがね、もらえるっていう風になります。またね、JAL の機内販売だったら 10% 割引、ブルースカイであれば 5% 割引、で、旅立ステーションでは、割引はないですけども、2% 還元かな。はい。で、利用することができて、ブルースカイでも 2% 還元、JAL 機内販売では 3% 還元でね、利用することができるっていった形になります。で、こちらの JAL の機内販売のこの JAL Pay のね、決済に関しては、2023年の3月30日開始っていう風になりますんで、この動画が出てるのね、まだあと1週間ぐらいね、利用することができませんので、この機内販売はまだ利用できないっていうところはですね、覚えておいていただければなと思います。ではね、実際にね、やっていきたいなと思います。まずね、今回ね、JAL グローバルウォレットアプリをですね、アップデートしていただくと、この JAL Pay がね、利用することができるっていう風になりますんで、JAL Pay の方をね、開いていきたいと思います。JAL Pay じゃない、JAL グローバルウォレットのアプリですね。失礼しました。で、私はね、もうアップデートを済ましておりますんで、まだね、アップデートしてない方は、アップデートね、Apple Store から行ってください。で、アップデートするとですね、こういった感じになるんですよね。まぁ、ちょっと今キャンペーン出ておりますけども、今私は 31,166 マイル、しょぼいですね。はい、これだけ持っているっていう風になっておりまして、あ、キャンペーンとかもね、ここに書いてあるんで、ここをね、押せば多分エントリーできる、あ、できそうですね。こちらね、エントリー必須なんでね、覚えておいてください。エントリーしないとね、もらえませんのでね。はい、ということで、はい、で、下の方にね、見ていただくと、ペイ、ネオバンク、両替、チャージっていうのがね、あると思いますけども、今回ですね、このペイっていうのはですね、これが JAL ペイなんですね。で、規約同意をする。まだ使えない。これで使えるようになるのかな？あ、で、ログインが必要なんですね。では、ログインしていきましょう。はい、これで、利用することができるっていった形になります。コードを読み取るっていうのとコードを見せるっていうのがありますよね。でね、注意していただきたいのは先ほどのこちらの JAL Pay のキャンペーンですね。大きく書いてあると思うんですけども、こちらのQR コードを読み取るっていうね、左側のやつがありますよね。こちらで利用しないと、このボーナスマイルっていうのはもらうことができません。これね、非常に注意してください。この、多分 JAL 機内販売とか多分使えないと思うんですけども、このブルースカイとかね、多分このスマートコード、対応してたらですね、普通にこのコードを見せるっていう方も、まあ利用することができるっていう風になりますんで、まあおそらく店員さん言ってくれると思うんですけども、一応ね、この、JAL Pay のボーナスマイルの部分、こちらに関しては QR コード読み取るの決済でボーナスマイルがね、もらえるキャンペーンっていう風になりますんで、こちらはね、注意していただければなと思います。では、これでね、もうお店で利用することができるっていう風になりますんで、ちょっとね、
コンビニでお買い物をねしてみたいと思います。でチャージしなきゃいけないですね。ちょっと私はね銀行ねあれ持ってるんですけど、ネオバンクまだね紐付けてないんですよね。ちょっとマイルでチャージしちゃいましょう。確か1万マイルチャージすると1万1000ポイントになるんですよね。はい、じゃあこれでいっちゃいましょう。あ、本当にもう一瞬でチャージできるんですね。でこれでもう利用できるのか。はい、ということでチャージできました。ということでちょっとねお買い物行ってきたいと思います。お願いします。ではそのままで。スマートフォンだね。クーポンが発見されました。はい、ということで帰ってまいりました。特にね難しいこともなくてですね、この JAL グローバルウォレットねアプリでこのペイ画面ですね、こちら開いていただいて、まあこちらねどっちか選んでいただいて利用していただく感じですね。このスマートコードって書いてある方がお店でね、スーパーとかコンビニとかでね利用する際に使う方ですね。こっちですね。はい、待ってください。はい、こっちですね。はい、で機内販売3月30日から利用する場合、あとはブルースカイとかタビタステーションとかこういうところでやる場合はこっちでね読み取って利用していただく感じですね。特にねペイペイみたいな感じでね、なったりしませんし、まあ店員さんもですね、今ね、このスマートコードっていうのは ANA ペイとかね、あとファミペイとかもそうなんですけども、まあ同じね、くくりで利用することができるんで、まあJAL ペイっていう必要は別にないですかね。あ、ペイ払いでみたいな感じで言えば、向こうもね、バーコードで読み取って使えるかどうかね、判定してると思いますんで、まあ特にね、JAL ペイっていうのはちょっと恥ずかしいかもしれないんで、またね、はみたいな感じでね、対応されてしまうかもしれないんでね、まあ一応、ペイ払いでみたいな感じで利用していただければ、普通にね、利用することができると思います。ということで、今回ですね、JAL Pay ね、使ってみたということで、まあ、ひとまずですね、こちらのね、10% ポイントバックキャンペーンに関しては、かなりね、お得なキャンペーンという風になりますし、またね、機内販売 10% オフ、またね、ブルースカイ 5% オフ、まあ、個人的にはね、この3月30日から始まるね、機内販売 10% オフプラス、3% 還元っていうのはね、非常にいいかな、なんていう風に思いますので、今後ね、機会がありましたら、機内でね、利用していきたいな、なんていう風に思いますので、もしね、利用されたいって方はですね、ぜひね、JAL グローバルウォレットね、発行ね、してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますので、フォローチェックしてくれるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。